最終絶叫計画4は2006年に公開されたパロディ映画。最終絶叫計画から続く絶叫計画シリーズの第4弾。主演は第1作から引き続きアンナ・ハリス。監督は前作最強絶叫計画に引き続きデビッド・ザッカー。実家を離れ新しい生活を始めたシンディ・キャンベルは介護の仕事を始める。 初日から寝たきりで地方を煩う老婆エマノリスの世話をすることになるのだが、彼女の住む日本住宅では数々の不可解な出来事が起きており、それはシンデ理の身にも襲いかかってきた。二日目にしてシンデ理は弱音を吐くが、隣の家で暮らすトムライアンと親密になり、再びやる気が湧いてくる。その時、奇妙な稲妻と共に大量殺戮マシーン、トライポートが、 アメリカ中に現れ、次々と人間を消し去っていく。シンディは、日本住宅に現れる全身白塗りの少年から、事態を解決するヒントを教わり、地球を救うため単身で行動を開始する。偶然再会したブレンダミークスと共にある村に、潜入したシンディは、目的の人物である少年の父、ヘンリー・ヘールから、少年の心を聞き出すが、 事態を解決する方法はわからなかった。一方のトムは二人の子供を連れて避難民となり、トライポートから逃れるため移動を続けていたが、子供と共にトライポートに捕まってしまう。トムと同じく捕まったシンディとブレンダの三人はトライポートの中で、そうによって命をかけたゲームを強いられる。トムが二人の子供を救うため奮戦していると、シンディは ヒントの真意に気づき、そうこそが少年の実の父親であると感破する。トムは自分の命を投げ打つ覚悟を決めるが、真理の必死の説得で、そうは考えを改め、五人を解放する。一ヶ月後、トムは世界を救った救世主として人々から称えられていた。ストーリーは宇宙戦争をベースに、序盤はザジュオン、ジュオン、中盤はビレッジ。 ミリオンダラーベビー、終盤は、層の要素が強くなるのだが、それぞれの話をうまくリンクさせた内容である。小ネタとして、歌詞911や、ブロークバックマウンテンなどのパロディが登場するほか、映画ではないトム・クルーズのテレビ番組での寄稿や、マイク・タイソンによる耳噛み切り事件もパロディ化されている。ありがとうございます。